6には、エドワード・エルガーが作曲したファゴットと還元楽のための楽曲。作曲者自身によるチェロと還元楽のための編曲も存在する。両、バージョンとも1909年から1910年にかけての作曲である。また、ピアノ伴奏版での出版もされている。この、ロマンスは、ロンドン公共楽団の首席ファゴット奏者であった。 エドウィン・ F ・フ・ジェームズのために書かれた。1911年2月のヘレフォードでの初演は、ジェームズの独創、作曲者自身の指揮で行われた。一方、チェロ用の編曲は1985年になるまで演奏の機会に恵まれなかった。この作品が作曲されたのは、エルガー最大の作品群、バイオリン競争曲と公共曲第2番の合間の時期であるが、 演奏時間5分程度の本作はそれらとは対照的に小規模で穏やかな作品となった。エルガーに詳しい音楽評論家のマイケル・ケネディは、この作品がファゴットをコメディアンというより、詩人、歌手として描写していると述べている。ファゴット独奏、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンさん、トロンボーンさん、ティンパに、弦5部。アンダンテ4 4拍子に単調弦楽器が主体となり、2小節の特徴的な音形による導入で始まる。この音形は曲中の至るところに現れる。フレイ1続いて、ファゴットが哀愁漂う旋律を奏し始める。フレイ2中間部では、ピューモッソ、二長調となり、幾分快活な表情を見せる。フレイ3その後に単調へと戻り、フレイ2が弦楽器によって奏でられると、 ファゴット独奏が主題の再現を進めていき、最後はフレイ1を回想しつつに蝶々の手話音で曲を閉じる。出典。ありがとうございます。